マコス、どうも、アウィッシャチです。今回は、ひまわり組にですね、政権をぶっ刺していきたいと思います。はいですね。ひまわり組の基地の上の方にですね、剣を刺すに絶妙な形のやつがあるんですよね。はい、というわけで、ここですね。いやー、このひまわり組のマーク、これひまわりの形をしているらしいんですけども、いや政権のここに差し込むにふさわしい場所かなと思ったので、今からこのひまわり組のアジトに政権を刺していきます。おっと、一人ヤクザが走ってますね。今からこの基地に僕が政権を刺すと知らずに今そこで走ってられる今のうちだぜ。今から政権を刺していくぜ。で、早速この上に政権を作っていきましょう。でですね、まず剣先ですね。剣先を作るには半球を使ってこれを逆さまにしてですね、 Y を使って伸ばしていきますか。まずはそこから作っていきましょう。こういう風に伸ばしていって、そうですね、ギリギリまで伸ばしていって、で、あとは横から見て位置を調整して、ひまわりの形をしたやつの真ん中に来るように移動させます。まあ、聖剣ということで派手な色の方がいいので、まあ、全体的にこんな色の方がいいかな。まあ、聖剣といってですね、この模様ですね。ここはハートで模様をつけていきます。ハートはですね、縮めたり伸ばしたりして、意外とですね、これって模様になるんですよね。で、これを大きさを変えて、で、また重ねて、また黄色をその上に乗せたりするとですね、模様になっていくんですよね。こんな風にしてですね、重ねることによって模様が出てきます。次はですね、ちょっとかっこよくしたいので、ここに、壁の三角やって、こんな感じですかね。で、これをどんどん下につなげていきます。ここもですね、剣の持ち手部分なんですけども、これをたくさんコピーして45度ぐらいでいいかな。こんな風にして、で、次は微調整しながらまたさらに追加してここの色も変えていきましょう。というわけで、もう大体完成しました。パパ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 パ。約30分かけてひまわり組のアジトの上に聖剣をぶっ刺しました。はい。いや、刺さってますね。というわけですね、中の方に行ってですね、どんな感じになってるか見ていきましょう。いや、さぞヤロクザたちも喜んでくれてると思います。さ、中の様子はどうなってるでしょうか。はい。いや、刺さってますね、綺麗に。いや、怒ってる。いや、こんなの刺されたら怒りますよね。いやいや、嬉しいだろ、聖剣が刺さってんだぜ、お前らのアジタに。ちょっと殴んないんだね。おい、俺を殴るんじゃねえ。いやー、すごいですね。学校から見たこの感じ、迫力がすごく目立ちますね。いや、すごいものが刺さりましたね。いやー、ひまわり組たちもこれで喜んでくれるといいですね。いや、とんでもないですね。聖剣が刺さってんですよ、ひまわり組のアジタの上に。すごい目立つ。これですね、普通の平和な街ですね。いや、普通の街でこうやって見ていくと、なんじゃこりゃ。いや、すごいことになってますね。本当にここだけひまわり組のアジトの上に、あそこのひまわりのマークのところにうまーくもう刺さってますからね。聖剣としてふさわしいところにぶっ刺してもらって、いやー、これは素晴らしいですね。まあ、聖剣といったらやっぱこんな感じの色合いの方がなんか聖なる剣のような感じしますので、こんな感じにして作ってみました。どうでしょうか。というわけで、今回はひまわり組の上に聖剣をぶっ刺してみました。どうだったでしょうか。こうやって見るとすごいですね。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッターのフォローもお待ちしています。どうも、青柳たちでした。マッコース。いや、すごいですね、ほんとこのアングルから見ると。先手必勝。チェック防がれたか。これは力がみなぎってきた。